さあ、この会いましょうというライブハウスで、ね、YouTube の撮影をさせていただいておりますけれど、いやね、お客様が一人もいないこの会場で、私が、でも実はですね、劇場公演だとか、それからまあコンサートなんかもそうなんですけど、私は必ず早めに入って、特に劇場1ヶ月公演とか長期やってる時なんかは、私が一番早くまあ楽屋入りをするわけですけれど、もちろんスタッフはもう入ってますけど、それで2時間前にこのギターを1本弾きながら、その日の声をこう思いつくままにいろいろと歌ってみて、それでその日の声の調子だとか、それからそうですね、例えばまあいろいろ考えていることなんかを含めて、いろんな歌を歌うという、ほぼ 3,40 分ぐらいですけれどやったりしてるんですけどね、その時はお客さん入ってませんから、ちょうどこんな感じなんですね。それでスタッフだけが聞いていて、だスタッフだけに聞かせるのはもったいないんですけれど、まあでもそれも私自身のこれもルーティーンになっておりまして、ずっとそれをやってるわけですけど、今日はそんなことを今思い出しながら撮影をさせていただいておりますけど、さて、まあ、いろんな歌を歌ってきましたけれど、まあ、戦後というのは特にリンゴの歌から始まりましてね、いろんな歌が生まれて、そして人々を勇気づけたり励ましたり慰めたりということが、まあ、歌には大変大きな力を、まあ、多くの皆さんに与えていたということなんですけれど、そんな中で、まあ、そのいわゆる終戦が昭和20年ですね、そしてその終戦に至る大きなきっかけとなったのが、あの広島に、そしてその後に長崎に落とされたあの原子爆弾ですよね。あれで多数の人たちが犠牲になり、大変なことになったわけですけれど、まあ、ついこの間も広島でサミットをやったりしていました。そして各国の首脳が集まり、広島のこの悲惨な状況をですね、皆さんに知ってもらいたいと、そしてもう二度とこういうことが起こらないようにということで、しっかりとそれは多くの方々に感じてもらえたんではないかなと、そう思います。その後広島ではですね、広島平和音楽祭っていうのが始まりまして、それで毎年のように音楽祭があって、私も何度か実は出演をさせていただいたんですけれど、広島ではそういうことがありました。そして長崎というとですね、あの佐藤八郎さんの詩に小関裕司さんが曲をつけられた長崎の鐘という作品が誕生しました。これは昭和24年です。この詩の原文というのはですね、実はあって、ある方がその悲惨な思いを書かれたその内容の本を題材にしながら、そこから佐藤八郎さんが歌の詩にして、小関裕司さんが曲をつけられた。これもまさに名曲中の、そしてまた名作中の名作でございます。
歌われたのが藤山一蔵さんでした。この歌の特徴は、最初はマイナーで入っていくんですけれど、途中からメジャーに変わっていく。悲しいことがあったけれど、明るくこれから強く生きていこうという、何かそういうものが曲の中に、そのマイナーからメジャーにこう転換することによって、より一層それが人々の心を打ったという、そんな作品ではなかったかなと思っております。大好きな作品です。長崎の鐘、聞いてください。こよなく晴れた青空を、悲しいと思う切なさよ、うねりの波の人のように儚く生きるのの花よ、慰め励まし長崎の長崎の鐘が鳴る。召されて妻は天国へ、別れて一人旅立ちぬ、片身に残るロザリオの鎖に白き我が涙、慰め励まし長崎の長崎の鐘が鳴る。心の罪を打ち明けて、更けゆく夜の突き進みぬ、貧しき家の柱にも、気高き白きマリアさんは、慰め励まし長崎の長崎の
羽が鳴る。長崎の鐘聞いて、いただきました。もう戦後78年になりますね。私は昭和23年生まれですから、戦後から3年経って、このように生を受けたわけでございますが、私が生まれた頃、まあ、いわゆる戦後のベビーブームという時代でございまして、産めよ増やせよというそんな時代でした。しかしながらその頃、まあ医療的にも大変な時代だったんでしょうけれど、小さな子供が赤ちゃんがですね、ペニシリンを打てずに亡くなったという人たちも大変多かったと聞いております。私は後に聞いたんですけれど、おふくろが当時は高かったそうなんですよね。それを打ってもらったおかげで、そしてその時先生が、この子は大きくなったら丈夫になりますよ、丈夫な子に育ちますよと言ってくださったそうなんです。そのおかげで本当に丈夫で元気に今日まで、まあ、人生歩んできましたけれど、あのペニシリンのおかげでございます。それも本当に親のおかげで、こうして、まあ、元気に歌っていられるというのも、改めて親に感謝したいなと、そう思いますね。だからこの歌を歌ったり、その戦後の大変な時代をこう考えたりするとですね、もうどれだけ大変な時代だったかなというのを、まあ後にいろんな本を読んだり、いろんなその映像を見たりもすることによって分かりますけれど、私は救われた一人だったということで、この命を大切にしなければいけない、そう思って頑張ってきました。さあ、そしてそのさらに当時はあの歌と映画というのが、一緒になっておりまして、歌には必ず主題歌があったり、主題歌が先行して映画化になったり、映画を作るということで後にこの挿入歌という形で歌が入ったり、まあ、とにかく歌と映画というのが一つでした。これは後に聞いた話なんですけれど、服部良一先生が、まあ、その前からもちろんいろんな作品、ブギウギとかブルースとかそういったものを多く作られて、大変忙しい時代だったわけですけれど、昭和24年にですね、この石坂洋次郎さんの原作の青い山脈という映画になるという、それがこう誕生してですね、その主題歌を作ることになり、ところがなかなかこう作る、忙しくて作る時間もなく、そしてもうどんどん締め切りが迫っている中で、ある時に、まあ、大阪にでしたから、服部先生は満員電車に乗った時にですね、
その満員電車で、その電車がガタ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 、まあ、揺れる、その感じを含めて何かふとメロディーが浮かんだそうなんですね。ところが満員電車ですから、しかも荷物には5000紙も入っておりません。そこで思わずもう紙と鉛筆、まあ、紙も多分小さな紙だったと思うんですけれど、そこに譜面が書けるスペースがないもんですから、ハーモニカのそのいわゆる記号ですね、ハーモニカにはこの数字がこう書かれているんですね。数字でこうハーモニカっていうのは演奏したりするんですけど、まあここにハーモニカがあったら私ちょっと吹いたりできるんですけど、今日はたまたまないもんですから、その数字でそのメル浮かんだメロディーを書いてたそうなんですよ。そしてお家に帰って譜面に起こして、そしてそれを西条八十先生に後に詩を入れてもらって出来上がったのが青い山脈という作品なんです。この歌はですね、まあ戦後に生まれた作品ではあるんですけれど、今の時代でも実は多くの方々に愛称されたりして、本当にまあどの時代においてもこの作品というのは通じる素晴らしい作品として出来上がったわけです。今日はこの歌も、これはあの藤山一郎さんと奈良光さんという方、お二人で実は歌っている歌なんですけれど、この青い山脈を聴いていただこうと思います。本当にもう軽快なリズムと詩の世界がもうとっても素晴らしい作品です。お聴きください。青い山脈。明るい歌声に流れは消える、花も咲く青い山脈、雪割り桜、空の果て今日も我らの夢を呼ぶ、さようなら寂しい夢よ、さようなら青い山脈、バラ色雲へ憧れの旅の乙女に通りもなく、父も夢見た、母も見た、旅路の果てのその果ての青い山脈、緑の谷へ旅を行く若い我らに鐘が鳴る、長崎の鐘、そして青い山脈とお届けをいたしました。ではまた次の機会をご覧ください。